総口昭久です。今これを収録している時刻はですね、4月7日日曜日の午後1時にちょうど今なるところなんですけれども、お、やってきた、来ましたね、福山さんを乗せた車が。私は今福山さんがツアーのためのねリハをやるというスタジオの前にいまして、今福山さんを乗せたいつものあの車がやってまいりました。お、ドアがオートスライドで開いて、さっそうと降りてきた。お疲れかな。いやお疲れ様ですもん、本当に不審者ですよ。いやいや、旗から見てるとなんか事件が起こってる。ひそ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 喋って、もう明らかにね、はいはいはい、不審な、ステージラジオですから、ね、人と現場ですよ、これは。何が起こったんだここでっていうね。いやこれなんか実況見分というかね。そうですね、何かラジオをやってるっていう。そうですね。今日は午前中ずっと CM を撮影していたって噂を聞いたんですけども。いやいや、そうですねえ、はい、7時入りで7時入りで、はい、無事終わり、はいはい、もうせかすせかす DSP さんが現場を煽り立てる。なんでリハリハリハリお尻叩きまくるっていうことで、荷物だけちょっと、大事な荷物だけ下ろした方がいいんじゃないかな。カメラとかあるか。はい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 、ちょっとね、カメラを使ったんですよ。え？あ、です、CM、はい、あ、わ、すごいいっぱいいろんな荷物が。そうだ、CM 撮影の現場って、あの、前、柳井道彦さんがね、ゲストいらっしゃった時に、他の現場とやっぱりちょっと明らかになんか雰囲気違って、素敵なお花があったりとか、なんかお菓子とか、そのなんかすごいものがガーンってあるっていうね。半袖だもんね。いや、今日ね、4月から5月の陽気なんですよ、もう、ね、桜も散っちゃいそうなぐらいの。今日とか昨日、今日日曜日か。そうですね、昨日の土曜日は桜が見事に咲いてましたね。いやもうね、花見はね、やっぱこの土日で。そうですね、はいはいはい、そうですね。うわうわ、しかもこの金銅あたりのこう、はい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 、すみませんよ、ちょっと ひんやりした感じもありながら でもあったかいっていうのがもういい春でしたね、この週末はね。1年で多分このあたりからちょうど梅雨までの間が一番気持ちいいっていう。そうですよね、そんな中やっぱずっと室内にいて、ね、なんですか。いや哀れんでるんですか、我々全員のことを。いやいや、仕込み作業大変だ、我々全員のことを今遊ぶさんが哀れんでるんですか。世の人が桜だ酒だわっしょーいってなってるっていうのにね。ああ、そうやって同情したり哀れんだり見下したりして、見下してはない、僕たちのことそういうふうに見て。いやいや、そんなこと見下してはないですけど、大変だなと思った。上がっていく、上がっていく、上に上がっていく。いやもう自然と上がってきますから。ああ、そう、すごい大変というか、まあ、あ、でも僕行かなきゃいけないんだよ、行かなきゃいけない、もう皆さん待ってるんですよね。はい、メンバーの皆さんもバッチリ揃って、まずいまずい、もう行かなきゃ。ただやっぱりあのブラックピーチちゃんがもうタイトルコールだけお前絶対取れよってすごいんですよ、なんか圧が。皆さん待ってるでしょ。そうですね、あのタイトルコールをしないと、もう歴歴というか、そうですね、そうですね、最強のメンバーが全員待ってるでしょ。いや、まあ先ほどパッて入られて皆さんね、今ちょっといろんな準備されてますけどもね。なんか喋った方がいいと思いますよ、ブラピさん。誤解されてますよ、なんかあの X の、 あの実況とか見てると、はいはい、ピチちゃん、はい、誤解されてますよ、なんか怖い人だって。怖い。でも最近だってもうほら、ゲイスピーさんにもがっちり変わっても自分でもトーク回せるようになってきたから、移動の車中でもう、はい、なんつうの、代替わり感ありました、ありましたね。もう時代はっていう感じ。時代は、時代は感ね時代はピチ。そしてそれに対してその、はい、DSP を、はいはいはい、あの本気で寂しがってるって、ね、現場第一主義の、そう、現場が好きっていう、そのマジで寂しがってる私トイレ行けてないんで、トイレ行ってきていいですか。どうぞ行ってください、行ってください。タイトルコールっているの。もう今日はね、バッチリ撮りたいっていうね。もうどれ使っても一緒なんじゃないの？あ、懐かしい、ラストマンと同じ展開だこれ。佐藤ちゃん、なんかいいやつ見繕っておいてっていう。あるでしょ、なんかいいやつが。今までね、もう数限りなくやってますからね。トイレ行きたいんだけど。そうですね、行ってください。すげえ、ずっとついてる、トイレまでついてる。ずっとトイレ、いや、もうトイレまで来るの。じゃあもうトイレの
トイレの前で、トイレの前で、はい、トイレの前で、トイレの前で、タイトルコールするの。行きましょう、行きましょう。本当に DNA が、お、また今ちょっとなんかちょっと喋ってきました今。もう完全に今ブラックピースちゃんに今あの椅子を取られたんで寂しがってるっていう、はい、なんか寂しがってますよ。またそうやって人のこと哀れんだりで下げすんだし生きてるのか総武さん。いやちょっと面白いから。もう一緒に移動してきてたのにデンスキーを向けられなかったですよ僕は。もうこうね完全にこう車内でこう引き継ぎが行われて、ですよね。もうすっかりもう先輩の時代じゃないっすよみたいな雰囲気漂わせてるじゃん。確かに番組がフレッシュな空気になってる。トイレ来た。あ、そうだ。トイレ来て。いやいや。もうやんなきゃいけない。待ってる待ってる。いや、タイトル。タイトル。行きますよ。福山雅治と総口明久の成人ラジオ。いるのこれ。君待ちリクエストです。いつもです。もちろんね、福山さんがやってるんですけれども、あの福山さんがリハスタジオの方に入っていかれまして、で、あのリハスタジオのすぐそのドアの外に、まあ、ちょっと大きなテーブルがあってみんながそこに座ってるんですけれども、あまりリハスタジオに近づいて喋ってると中の音が聞こえてしまう可能性が、それはほらやっぱりね、これからツアーに行く方とかもネタバレになってはいけないっていうね。でちょっとずれてやろうとしたら、DSP さんはじめ皆さんが集まって意外に深刻になんか真面目にこれから、うん、これをどうやっていくかみたいな、これ薄くでも聞こえるとまずいみたいな、まずいもんだらけなんだよこなんか呼ばれてきたもののここもダメあそこもダメっていう。でそこで今あのさらに外側に来てエレベーターのね、あの階段の踊り場のところに、まあ正直言いますとね、ここの、ザ・殺風景っていう、もうゴミとかがたくさんひどいもんです。まあしょうがない、だって中心部に近づけば近づくほど危険なものがいっぱいあるから、あの放送しちゃうとね。失礼いたしました、私が代わりにやらせていただきます。私と同じね同郷の熊本県の方だ、ふくふくちゃんね、50代女性会社員の方、 RKK 熊本放送で聞いていただいております。 RKK 熊本放送でお聞きの皆さん、そしてふくふくちゃん、こんちてーじんと、春といえば桜坂ですが、私の今日のリクエストはドライブインシアターで口づけをですと。今は曲も1曲ずつのダウンロードがね主流かと思いますが、昔は1枚ずつの CD、またはシングルレコードでしたよね。私はその時のメインの曲もだけど、いわゆる B 面の曲も毎回楽しみでした。その B 面という、まあ、ちょっとだけ2番手な感じの寂しさも含めて、なんだかとても愛おしく思えてしまうのですと。今だから B 面って言われてもえっていうね、改めて説明しますと、昔のアナログレコードの頃は、表を聞いたらひっくり返してまた裏を聞くっていうね、そういうことがあったんですよね。ね、それはやっぱりね、エレベーターから出てきたら人が大きい声で喋ったらびっくりしましたね今すごい不審な目でそれはね、失礼いたしました。でちなみにこのふくふくちゃんは、マシャは、そんな今でも覚えてる好きだった愛しな B 面ソングありますかっていうね、まあほらよく有名なのはほら中島みゆきさんの糸も実は B 面だった、最初 B 面だったんですよね、今となってはそっちの方が有名になったりしてますけどもみたいな。ちなみに小原さんいますけど、あの福山さんそんなこと言ってたことありましたっけ。福山さん佐賀県、花輪さんの佐賀県をかけてる時に、まさにその福山さんの力もあって、あの佐賀が売れたとも言われている、はいはい、あの時に B 面のふるさとっていう曲がすごくこれいいねっていう。知ってる？ブラックピーちゃん知ってる？はい、もうまさに魂のラジオで、はい、ふるさとを聞いて私もふるさとが大好きになりました。あの一リスナーだった頃、はい、まさに今私がこの地底人ラジオを回してるっていう立場になもう重要な最も重要なピースになるとは思ってなかったっていう、 DSP さんを過去に追いやったとはもう思えない追いやってない追いやってない。その B 面が結構本当に好きで、ふるさとを弾くためにあの横浜アリーナのイベントでふるさとを花輪さんのバックでギターを弾いたんですよ福山さん。あ、それみんながびっくりしちゃって、おー急に出てきて、うんうん、花輪さんのバックでふるさとのギターを弾くっていう。でもそれやっぱりその花輪さんとの関係性もありつつ、その曲自体も大好きだったね。曲自体がやっぱり大好きだったんで、そのギターを弾くっていうのでこうステージに登壇されたこともあったりするくらいです、はい。じゃあこれまた機会があったらね、福山さんとかの話も含めておかけしたい曲でもありますけどもね。では福
福ちゃんのリクエストにお答えしたいと思います。ドライブインシアターで口づけを。東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国24局ネットでお届けしております地底人ラジオ。各コーナーをはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーク渋ラジドットコムまで、どの放送局でお聞きになっているかも書いてください。メールが採用されるとオリジナル地底人待ち受け画像をプレゼント。そしてラジオの前のあなたからのふつメール、放送中はふつックスも受け付けております。ハッシュタグ地底人ラジオをつけてポストしてください。私の、ね、振り返ったところにあるスタジオの中では今絶賛、ツアーに向けてのリハーサルが行われておりますけれども、一応この地底人ラジオには簡単な進行表がね、小原さん手による進行表があるんですけども、リハーサル中のスタジオ全室での、物色実況あってって書いてあるんですもう犯罪者だよねこれ軽く物色した後にトークって書いてあるんですけど盗聴セルフィーその1って書いてありますけどもひどいですよね。ブラックフィーチャーもそうですけど、小原さんも今回のツアーにはもちろん参加されてるわけじゃないですか。私が全く内容を知らない中、今回ねそのタイトルも今までなかったような、まあ福山さんはねその瞳の中でもそうですけども、目に見えるものはあってね見えないものでできているっていう、まあ、そういうところから今回のツアータイトルがあって、なんか福山さんもツアー望むあの気持ちだったりちょっと違うところって今までなんかあるんですか、ね、どんなことをおっしゃってるんですか、ツアーに向けてのコンセプトだったりとか、なんか、まあ、中身は言えないですけど、まあ、もちろん、ね、いつになく完成が早いっていうのは印象として、もうそうですか、うん、実はこれを今収録している段階でいうとブラックピーちゃんあと何日後、あこれ放送の時はねちょうどほらもうツアーまであと1週間みたいな、あのディレイ地域の方はもうツアーいよいよ始まるみたいな感じですけど、まだあと20日あります。20日あるんですよね。この時点で結構もうそれなりに固まってきてるってことですね。お金田中学の時におっしゃってましたけど、今回は見えてるよっておっしゃってたじゃないですか。なるほど、じゃあもう曲もこんな感じでいこうとかって、結構割と最初に出来上がっていて、もう多分早い段階で。で、っていうよりもなんかもうスススッとで、多少ね曲順とかも多少はあるかもしれないですけど。テーマがはっきりしていて、結構だからすごくいつになくというか、はい。やっぱそれはもうツアータイトルをつけた段階ですでに頭の中に何かこうはっきりしたものがあったからみたいな。ですね。なんか皆さんおっしゃってましたけど、やっぱ言霊の先はステイガン作った。うんうんくらいからなんか、うん、なんかあこうやってこうテーマをはっきりさせて、もう筋の通った物語性みたいなのがあっていいんだってお話をされてましたけど、うん、それがあって、年末の感謝祭もそういう感じでしたし、うんうん、それをまた進化させた形でまた新しい、うん、一つの物語というか、うんうん、はい。で今回も多分それはもうねご覧になった方がっていう風な感じの何か一本貫くものが、で他にも見えてらっしゃるので、うん、すごく準備というか早いんだろうなという印象ですね。いや今日もほら午前中に CM 撮影があったりとか、こんなツアーの結構ね一番こう立て込んでる時にテレビにいろいろ出たりとかって相当今忙しいんでしょ、今福山さんってスケジュールが、デイデイとか曲も作ったりとかね、はい、うん、ウィズミュージックも、ね、出られたし、結構激しくいろいろね、いろんなところ出てらっしゃいますもんね、はい、なんかで、5日に放送された、日テレさん そのバズリズム2、ね、そちらに関する感想のポストもいろいろありました。これマックス ABC さんって言っちゃっていいのかな、はい、自分の心が綺麗というエピソードを嫌味なく話せるのもマシャのすごいところよなっていうね。いやウィズミュージックの時も松下洸平さんに、いや僕たちほらイケメンだからってさらっと言って、それで松下洸平さんもすごくなんか楽になるっていうかね、いや松下ごめんなさい、私の想像ですが松下洸平さんもそれは自分がイケメンだってことはそれはもう気づいてらっしゃるでしょうけれども、どう考えてもね。だけどほら松下洸平さんの感じで言うとまだほらなんかね、だけどもう福山さんまで来ちゃうともう完全に一回下脱しちゃってるから、なんかそこに俺たちイケメンだって言われるとなんかすごく場も和んで、その後のトークも多分すごい多分松下さん的にもしやすくなったんじゃないかなっていうね。街頭インタビューとかもありましたけども、それに対して丸尾さんはハンサム、
矢印、抱かれたい男からのイケメン、そしてイケ王子、今は成人っていうね。ねえ、これなんかあのなんか若い14歳の方のね、あのいわゆる僧帽みたいな曲をかける人っていうのは心が綺麗であり、そこから派生して鈴潮さんね、バスローブを着た成人っていうね、ばかりさんの絵もありましたけども、人間ドック的な何かかなと思ってしまったっていうね。福山さんのやっぱイメージはやっぱりどうしてもバスローブを着て、なんか猫ちゃんもシャム猫みたいなイメージがあるのかな、なんかニャーみたいな感じのね、本当は目に撮ってるんですけどもね、なるほどね、わかりました。はい、トライアングルドリーマーさんも、もう今の10代20代のみんなって一つ屋根の下とか知らないんだろうなみたいなね、あそのアンちゃんっていうモノマネだから、多分今でもやっぱりほら福山さんのモノマネを軽くやる方ってテレビとかでもちょっとアンちゃんって急に言ったりしますけど、あれ多分若い方はなんかわかんないけど、なんか福山さんのあのなんか決め台詞かなんかあったのかなみたいなね、ドラマの江口洋介さんに向かって言ってた言葉だと知らない人が多いかもしれないですもんね。福山さんなんか断ることにアンちゃんと言ってた人なのかなみたいなね、なんかそういうイメージなんでしょうね多分ね。ずっと一線でやっててすごいね正治さんってね来てますけども、いやこれぞまさに福山さんが出続けることの意味っていうね。いやだからこの間なんか誰かがポストしてるのをなんか見かけて、ああと思って、今 TVer でもう終わったかもしれませんけど、昔何年前かな、桜坂近辺物語っていうねバカリズムさんの脚本で福山さんも登場してって言って、あれどんなドラマだったっけって見たら、当時福山さんに私も手伝っていたあの魂のラジオが撮影されていて、思いっきり私もガーン出たから、自分がいきなり出るとびっくりするな、あれドラマに。そのために復活したんですよ、一回魂ラジオ。あ、もう魂ラジオ終わってたんだけど、終わったんだけど、そのドラマのために物語があるので一回特番でやったんですよ。あ、いやだから昔あったあの、これもだからもうね忘れてる方や知らない方多いと思う、あのウォーターボーイズっていうドラマがあってびっくりした今で開くとびっくりするんですよ。なんか地底人ラジオ撮ってるんですか。すいません、あのラジオに関係ない人はあの近づかないでもらえますか。本当に僕は出られませんからね。あ、ほらそのウォーターボーイズでドラマにあの虹を、ね、まさに虹があのテーマになってて、でその中にあの福山さんがラジオ DJ 役でちょっとたまラジで出たりしてたんで、まあ、そんな感じかなと思ったら、あこんながっつり撮ったんだけど覚えてます。覚えてます。だからいやドラマ自体も、まあ、今から見てもすごい面白いんですよ。やっぱバカリズムさんすげえなと思うんですけど、それでは福山さんがまさに今ね若い方々から心が綺麗な人と思われるね、そんな曲をお届けしたいと思います。福山雅治さんで僧帽。地底人ラジオ。福山雅治さんで僧帽をお届けしました。さあ相変わらず福山さんは、ツアーのリハをね、私の背後にあります大きないつもねやってるスタジオで、最強のメンバーの皆さんとともに時々ドアが開いてチラッとこうあの音が聞こえると、ああの曲やるのかなと、まあ、でもまだこれから変わるかもしれない、まあ、分かんないんですけどもね、いろいろ試しながらやってらっしゃるんでしょうが、さあここではですね、その瞳という曲から派生したコーナー、どんな思いを込めてあなたの名前が付けられたんですかという、あなたの名前はどこから来たののコーナー、たくさんのメールが届いております。東京のゆうほちゃん26歳女性会社員の方、渋谷のラジオで聞いていただいております。ね、福山さん、総口さん、こんち定人、こんち定人、私の名前は、ゆう天寺のゆうに、ヨットのほと書いて、ゆうほと読みますと。ゆう天寺、まあ、東京だったら通じるけど、他のところ通じないですもんね。小学校低学年の頃は、断るごとに、UFO、UFO、ね、とからかわれる、この名前が嫌いでした。ですが、ある日、小学校高学年の時でしょうか、何かのきっかけで名前に込められた意味を知り、それ以降この少し変わった名前に愛着を持つようになりました。両親によると、この優の字には天や周りの人の助けという意味があるそうですと。ああなるほど、まあ、つまりだから優天寺、あの優天寺大きなお寺があるんですね、優天寺という、まあ、まさにそういうの付けられる名前ですもんね。優天、まさに天からの助けね。そのさまざまな助けを帆に一心に受けて推進力とし、ぐんぐん前に進めるように、
ね、皆さんからのね、周りの方から助けられて、それで前に進めるように、みんなに多分好かれるようにとかね、願いが込められていたようです。想像していた100倍いい由来で、もともとどんな由来を持ってたんだろうね、なんかね、100倍いい由来で誇らしくすら思いました。この名前のおかげか、助けをくださった周りの皆様のおかげか、5月に結婚する運びとなりました。これはあのよくありますけども、2人のその馴れ初めだったりのところで、ぜひちょっとあのね、あの VTR とかに入れてほしいですよね。こういう思いで名前をつけましたっていう。じゃあぜひその結婚式では瞳流してあげてください、ね、ありがとう。泣いちゃいますね。お父さんが泣くんですよね。でも私も結婚式の司会を随分やって、あの初期の 初期ってまあちょっと前の頃はあの新婦がまず泣いて、でみんな泣くだったんですけど、ある時から急に新婦の前にお父さんが先に泣くようになっちゃって、その後どうなったかって、最近ね、新郎が先に泣くパターンあるんですよ、なんか。でだから先に新郎が泣いちゃうから誰も泣けなくなっちゃう。なんか私一番すごかったのは、新郎が泣きすぎて新婦に支えられながら退場していくっていう。なんかね、この人と結婚できてよかったわーっていう新郎の、なんかそう、男性の方が先にもう思いっきり泣いちゃう、泣いていいどころか、そう、あのそう、あの男は昔はね不適切ですけども、そういう時でも泣いちゃいけないだったんですけど、今ね男性が先に泣いちゃうんですよね。まあまあそのまま自由な時代というかね。鹿児島県の小賀丸ちゃん15歳、女子中学生、もしくはもうこの春から高校生かな、MBC、南日本放送で聞いていただいております。 MBC 南日本放送でお聞きの皆さん、小賀丸ちゃんこんちてーじーんってね、私の名前は愛ね、そしてり、まあ、なしっていうんですかね、愛り、そして、野菜の菜ねと書いてえりなと読むのですが、小さい頃りとなの由来がどうしても分からず、父に聞いてみたところ、嫌いな野菜と果物を食べられる人になれるように、なし、となを入れたんだよと言われ、最近までそれをしっかり信じていました。中学生になり、美術の授業で自分の名前のイメージからロゴを作るとへーという課題が出たとき、家族共通の本棚に昔から置いてあった名前辞典を見てみることにしました。いくつか付箋が貼ってあり、ね、その中に名前に使われたその梨という字とね、野菜の菜の意味が書かれてあるページを見つけ、と読んでみたところ、そのね、りという字は多くの人に優しさを分けることができる人になれること、で、なという字は飾らない健康的な魅力を持った人に育ってほしいという意味が込められていることを知りました。名前のように素敵な人間になれているかは正直怪しいところですが、私が思っていた以上に自分の名前に深い意味が込められていたのを知り、少し感動してしまったのを覚えています、ね、まあでもちょっとふざけて言ったんでしょうね。お前は野菜が嫌いだからお前食べられるなってたんだよってね。それいいですよ ね、 そのギャップがあるからより感動しますよ ね、 ね、まあでもちょっとなんかそのね、感動したことは多分この年代だと15歳ぐらいと恥ずかしく多分お父さんに言ってないと思うんですけど、まあいつの日か、まあ分かりませんけど、もし例えば、まあ、ご結婚されて結婚式とかね、あげると来るかもしれません、かもしれない。その時には、瞳を流しながらこの話をしてください。もう一個いきましょう。徳島県のただしさん41歳男性ね、自動車ディーラーで営業やってると書いてあります。 MBS ラジオで聞いてらっしゃるね、MBS ラジオドキキの、皆さん、ただしさん、こんにちは、人と。私の名前、ただし、あの、正しいね、正っていうですね、父が決めました。小学校1年生の時の作文のテーマだったため、なんでこの名前かって父に聞いたら、1月2日で正月生まれだから、ただしだ、と言われました。学級委員などを決める投票で、ね、5票で、止まれば、なんであのただしだけフルネームなんだとね。で6票だと、え、名前変えてとかっていじられ続けました、ね。今でもやっぱり姓の字でやっていくの、昔そうでしたけどね、
あの学級でこうやってどうしますかって決める時なんかね、今でもそうなんですかね。名前が嫌だから変えてほしいと泣いて両親を困らせたこともあり、ね、自分の子供には絶対に子供が喜ぶような名前をつけると小学生の時点で決めるほどでした。中学の同級生だった妻と結婚し、7年目で初めて長男を授かった時につけた名前は、あ、そう、あの福山さんのね、思うと書いてそう、福山さんの曲のタイトルでもあるこの名前は、相手の心を大事にできる優しい子になってほしいと願いを込めてつけました。父になり改めて名前の由来を、ね、自分の父に聞いた時、画数もいろいろ見たけど自分が正しいと思ったことをしてほしかったのと、やっぱり正月、やっぱそれは正しいな、正月生まれのね、小でみんなに誕生日も覚えてほしかったと教えてくれました。この話を聞く前から営業のね、その仕事の現場で名前を覚えていただくきっかけに、もう正月生まれなんでってね、名前の由来をよくネタにしていたので驚きました。ああ、やっぱりこの人の息子だなとつくづく思うのと同時に、子供の時にこの名前をつけてくれてありがとうと言えなかったこと、照れて謝れなかったのを伝えられませんでした。その後次男が生まれ、3人目の子供を授かった時に女の子だと分かった時に父は怪我して入院中、喜びも心配もある状況が福山さんのその光の歌詞と重なった気もして、娘の名前は光と付けました。この方相当にマシャファンと雰囲気しますね、なんかそうと光と2曲来ましたよ。もう一人次男の名前知りたいですね、これね。それも福山さん絡みの名前の可能、マサとか来てる可能性ありますよこれね。光が生まれた翌月、父は病院で亡くなり娘と会えないままでした。今となっては名前のおかげでたくさんの人に笑ってもらい喜んでもらえる喜びをくれた父に本当に感謝しています。いつか子供たちもこんな風に思ってくれる日が来てくれたら嬉しいなと思います。そして子供に父のように名前の話を自分でうまく伝えられなかったら瞳の歌詞を引用させてもらいますねと。うわこれまた私もその結婚式司会者目線で行くんですけど、司会やってる時にお父さんがこれ瞳をカラオケで歌いたがるパターンだなこれ、お父さんマシャ好きだからっていうね。で多分ね最後まで歌いきれないんで泣いちゃってもう最初からイントロから泣いちゃうもん絶対に。ねえ、ねえお父さん、ねえお父さんのところはお前が歌うんだぞって光にさんに言いそうだもんね、なんかね恥ずかしいよとか、ここはだってお前娘が歌わないととかって言いそうですよね。ではまさに今お話に出てきましたけどもね、福山さんの一番最新のニューシングルをお届けしたいと思います。福山雅治で瞳。地底人ラジオ、福山雅治さんで瞳お届けしました。時刻まもなく夕方4時になるんですけど、また休憩にね、来られましたね今ね。今コンさんがねちょっと今外に出てこられて、メンバーの皆さんもそうしながらもまだちょっとまだなんかあの休憩と言いながらもなんかでもいろいろまだ中で話をしている。あ、今飲んでるのマグカップに入ってるのあれはまたコーヒーを炭酸で割ってますね、なんか絶対にこれだけお渡ししちゃう。ジャッキーチェンさんから。ああ、ジャッキー、僕のあの親友のジャッキーから福山さんにプレゼント。ああ、ジャッキーさん久しぶりです。これなんすか。ジャッキーさんの芸能生活60周年の本がすごくない出来上がったようで、福山さんの名前入れた帯を一冊だけ作られた。ほら、福山さんのってなって福山さんの名前を入れた帯を一冊だけ作りました。帯がすごい、さすがにただ渡すだけじゃないっていう。ありがとうございます。ほら、すごい、ね、いかに僕とジャッキーの関係が本当だ、血は水より濃いかってことが分かったじゃないですか。いやいや、そこまでほら、だってもうほら、あ、入れ物からかっこいいな。本当だ、チャイニーズキャラクター、キャラクター4ドラゴン、ドラゴンね、プロのプロナウンスとなんだろう、ロングとね、Which is Chinese people symbolize Chinese people and culture. はあ、is also the second character of Jackie Chan's Chinese name, Shenlong. Shenlong って書いてある。またの名をShenlong。うわ、Shenlong言うたら
ドラゴンボール。ドラゴンボールですよね、我々の中では ね、あの神の竜みたいな。ジャッキーの日本の友人の皆様。皆様へって書いてある。今日の日付とともに。すごいですね、ジャッキーのアイデアでお渡しする日本の大切な友人の一人一人のお名前を帯に入れております。うわすごいですね、これはまあ。僕が言ってた話が、はい、ザレ事ではないということが分かったでしょ。つい私もなんか笑い話みたいな感じで聞いてたんです。ほらもうね、これね、あのゲタゲタ笑ってる場合じゃないの、ね、大事なことがあるのよ。忙しい忙しい、はい、行ってください、ね、よし、すいませんね、少しでもトークが取れて今もうブラックピンクちゃんももうなんかホクホク顔ですよ今なんか地底人ラジオ、ほらもうさっとすかさとすごいこうやるんだっていうね、俺の背中を見とけっていうことで、そうです、ちょっと暇あったら回すんだよね、こんな素早い動きすると見たことないですよ、ね、まあ急に BSP が回し始めましたけど、生き生きときた、生き生きとしてなんかやっぱね、さっていうデンスケは持つもんなんで、そうね、もうデンスケと一体どっからがデンスケで、どっからが腕か分からないですよ、はいはいはい、コブラね、コブラ寺沢ブイチさん、まさに最高、最高ですね、これねコブラね、これ外すと最高感が出てくる、最高感じゃなくてもう最高デンスケが現れる、最高デンスケが恐ろしい、一体化してどこまでがデンスケわからないもん今、DSP さんの懐かしいな、恐ろしい、ああ俺は懐かしんでるよここが俺の戦場だっていう、このスタジオの移動30分もあったのにデンスケ回せませんでした、はい、未だにそれがちょっと悔しい肩ブンブン回して、新田さんと小原さんは大丈夫ですか今日の打ち合わせは、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。すみません。最高感。なんか喋れと言う。なんか一言気の利いたこと言ってくださいよっていう。いやでもあのすみません、順番待ちをして、総口さんより先に見ていただいたんで。いやいいんですよ。すみません。行列作らせちゃってるから。いやいやしょいや、それぐらいやっぱり意図的に。いやいや意図的に。意図的に。これやっぱ福山さんもこう手のひらで踊らされてる感じの、結局のところこうなんか行列作らされて、これ、ま、これは言いませんでしたっけ、何でしたっけ、前僕が、はいはい、僕が歩いていくその歩く動線に確認してほしいものが散りばめてあるフレーズの鳩のようにほら遠くからまず鳩ってこう寄せるじゃん、そうですよね、近くに置いても急には来ないから、はい、鳩って、はい、豆をこう遠くからまるで公園の、はいはい、鳩のように福山さんがクルクルって言いながらこうだん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 近づくようにクルクルクルって言いながらこう T シャツの色構成色構成とか置いててあのタオルの色構成とか確認のポスターとかそういったものがこう僕がね歩くとこや座るとこの必ず目に入るところに置いてあるなるほど、あ笑ってひどくないですかこれ、でも俺もほら気になる人だからそうですよね、置いてあったらあれ目に入るとあこれ何確認しなきゃいけないでしょみたいなやっぱりなっちゃうたらやっぱり気になりましたかっていうことでそうなんです、ささって寄ってくるっていう、多分またいっぱいあるのよこれ、なんかこうあ出るところに PC 画面の向こう側とか、うわなんか開けてこっち向けるだけでもすぐにでもほら今そうなんですって向けましたもん今、なんかほらなんか向けてるな、本当だ、なんか分かんない、近くなんかいろいろ書いてある、なんか文字量多いすごいなぁ、もうリハが終わってもね帰れないっていう、もう次から次にもそれをね、ええ、ワッショイさんという人がいるんですよ、はい、聞いたことで、ワッショイさんっていうのはここ1年半2年ぐらいかな、あの、ね、この我々のチームにね、はいはいはい、来てる、はいはいはい、まあ、役員なんですよ、はいはいはい、我が社のはい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 、弊社の役員なんで、偉いじゃないですか、はい、で僕がね、はい、ワッショイさんでね、はいはい、もうこんなにねもう歩くとこにいろんなもの置かれてたりとか、はいはいはい、トイレの前まであのラジオの収録が多種下がったりとか、すいません、いろんなことしても確認確認でも大変なんですよって言ったら、はいはいはい、ワッショイさんが、はい、それは福山さんが全部確認しなきゃいけないようにしてきたからそうなってるんですって言われて、ピシャリと確認するようにしてきた本人のあなたのせいですよねって言われて、ブーベラ
いうわけですよ。もう自業自得だと言わんばかりのこの。ああそうだよ。ああ。確かに。そうじゃないと保てないものがあるんだと。ああ。そうですね。ね。よく聞く話としてね。はいはい。例えばある大会社の社長が毎朝誰よりも早く出社して。デスクを磨いてるとか掃除をしてるとか、うんうん、玄関の掃除をしてるとか、うん、あるホテルオーナーが実はあのドアマンで、うんうん、あの来客の一人一人をね、うんうん、こう接客していたとかよくあるでしょ、うんはいはい、それあ確かに。でもその社長はそれに対して不満を言ったりとかしないですもんね。やっぱね、俺不満言ってた。あれそう聞こえました今なんか。あれそう聞こえました今言ってたら、またそういうふうに人を下げすんだり、そういうふうに人をなじる、いやなじってはないでしょ、なじ、いやそれ被害妄想ですよ、それはなじったりしてないですよ。どれだけ遭遇したら今日みんながもうなじられたか、いや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 、なじってないですよ全然。いや確かに、でもほら福山さんはじゃあもうみんな勝手にやっといてっては、やっぱそれで済まないから、やっぱ性格的にやっぱどうしても気になるじゃないですか。性格なのかどうなのか、どうなんですかね、皆さんも。そうなの、遭遇さんはもう どうぞやっててっていう感じなの。あ、いや私は多分福山さんみたいにそんなほらやっぱ本当にリハとか見ててもよくそんなとこまで見えてますねとかっていうのができほら大雑把な人間なんで、だすごい、まあ、石鹸とかそうですもんね。そうそう、一つの石鹸で体全部洗うんでしょ。はい、もう髪からなんか別にいや家だったらなんかシャンプーありますけど、別にね、出先だったら別にいいじゃんと思って、化粧水とかないなら別に水とかバシャーとかでいいじゃん。化粧水化粧水の代わりに水だ水だけで水だからいいじゃん、水だけでいく。だって水分保湿すりゃいいんでしょっていう、バシャーって、乾いたら水、乾いたら水っていう、聞かせてください。誰が勝ち取ればいいんですか、一体誰が勝ち取ればいいんですか。兄貴、いやいや、まだ分かってないのかと、あれだけ言ったのに、誰が俺の家事取ればいいんですか、いやお前の家事はお前が取れっていう。お前が家事を取れ、あやっぱり自分で家事取らなきゃいけないんだやっぱり。そうでした、やっぱり自分で家事取らなきゃ誰が取るんだっていう。そうだった、お前が家事を取れ、そうでした、お前が家事を取れ。言ってるじゃない、キャプテンシップの船長はやっぱりもうこれも福山さんがやるしかないと。家事は俺しかないんだ、ね、だって言われてるもん、そうやって、はいはいはい、そうですよ。で、ね、深山さん、はいはいね、はい、やるかやらないか、やるやつかやらないやつか、はいはい、そのね、2つしかないんだっていう言葉もあるじゃないですか、まさに我々の大好きなあの方が言った言葉です、ね、つまり僕はやるやつってやらないやつってことですか、ね、そうですね、いや、まあ、やらない、そうですね、やらなくはない、やらなくはないですけど、まあ、やんなきゃやんないでも別にそんな気にならないかなぐらいの感じ。気にならないやつ。まあどうしてもの時はやるかなぐらいの。僕はね、やらなきゃやんないでもういられないやつ。あ、だから最近ほら寝る前にもいろいろやることがもうあって、めちゃくちゃ忙しいよ。はい、ですよね、寝る前大変なことがいろいろ待ってるわけですもんね。1時間以上かかるから寝るまで。はい、でも私は相変わらずやっぱりそのまま何もせず寝落ちしたりとかしてるんで、ガッと CPAP だけはつけてるの。そうですね、それはつけないと。なんか今もうこの間なんか一回なんかマスクの部分がちょっとおかしくなっちゃって、 2,3 日使えないだけでもものすごいストレス感じました。具合悪くなるでしょ、そうなったらもうすぐに連絡して送ってください、すいませんっつって。総合さん3日もつけないともうやばいですよ。あ、やっぱね、つけなかった日次の人がなんかぼんやりして、あ本当ダメだなこれ、やっぱつけないと。でね、僕ね最近分かりました、はいはいはい、寝るまでにすっごい時間かかって、はい、自分の体調を整えてコンディションが良くなるじゃないですか、はい、でコンディションが良くなって元気になって、はい、いろいろはつらつとするじゃないですか、はい、そしたらはつらつとしたらその分だけまた仕事しちゃうからもっと疲れてんだよね多分。つまりエンジンが大きくなって、エンジンが大きくなった分だけガソリンの消費量も増えてるの。で周りもだから、あの人まだ元気だからもうちょっとこれ、そう、もうちょっといいじゃん、もうちょっと、油注がれちゃってるから、あまだ入る、まだ入る、これ入る、また動いた、また動いたみたいになってるから、なんかね、どんどん疲れも増してきてる。やっぱほら、年相応になんかへなへなってなってれば、でもさ、ほら、もうね、やっぱ昔と同じような仕事量無理だからってなる。でも僕は言ってんですよ、はい、それは無理だって言ってんのに、はい、それでもまたまたみたいな感じで油注ぎ続くいいですね、マネジメントがまたまたっていう。またまたって。じゃあ朝もうパキパキだということで、はい、
朝晩の気持ちの歌ない。そんな歌ありましたっけ。まあ行ってらっしゃい。ピーンってなってる。まあ行ってらっしゃいね。まあ朝の歌ね。じゃあまあまあまあ僕の朝ちょっと若干違う違う覚醒の仕方だからね。じゃあ行ってらっしゃい。地底人ラジオ。お送りしたのは福山さんで行ってらっしゃいでした。それで朝ね。はいはい。今日の朝ですよ。うん。大変なことがあった。いやもう大変ですよ。フォワード君がまた寝坊したんですよ。そのうちダニエルさん超えるんじゃない？でもダニエルさんの記憶結構結構あれ、なかなか連続1 連続1 記録。寝坊しちゃうってことなんですかね、やっぱね。寝坊しちゃう。しかもね、俺があのほら朝起きてまだ意識がはっきりしてないと思ったみたいなの彼はなんかちょっとごまかしたその時もうすでに僕は起きて、はい、トイレに入ってたんですよ。もうだって朝起きた瞬間からパキーンってなってるわけだから、もうパキって目が開いてる。残念なことに僕は朝起きた時一番元気だから。そうですよね、冴え渡ってるわけですよ。ってもう全ての情報が染み込むし、で電話かかってきて、もう明らかに7分ぐらい経過してるわけ。あ、寝坊してるなと思って。だって迎えの時間からもう7分ぐらい経ってる。まあまあコールの時間です、ね。あ、コールの時間。モーニングコールの時間で、はいはい、今日早かったんで、はいはい、まあもうコールがあったんだけど、はいはい、6時なんですよ。おお。6時、まあ6時なんて別にドラマの時に比べたら全然早くないんだけど。そしたら6時7分ぐらいになってやっと電話かかってきて、はいはいはい、で僕はういって言って、はいはい、でういって出たわけ、そしたらなんか一瞬ちょっと彼も瞬瞬があって、これは騙せるかもって。ああ、なるほど。寝起きでぼんやりしてるぞっていう、本日ですがって切り出して、はい、ベラ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 喋り始めた。本日ですが何時の何時入りで何時でで、午後からリハーサルになった1日スケジュールをバーッと言った。で言い終わった後に、はい、他になんか言うことあるだろうって。あれで僕が言ったら、あうじゃあうあわあわあわわわわってなって寝ていました。あ、この状況の悪い感じとごまかすのは、はい、あのダニエルさんに続いて2人目です。あ、この2人はね、あの、はいはい、割とすぐ観念するんですよ。あの DSP も、はい、モータースもめちゃくちゃ寝てたんですよ、あの、はい、僕の現場に着いた当時は。あ、なんか全然人のこと言えない。めちゃくちゃ寝てて寝坊したこともあると。そうですね、寝坊はあったっけ。ありましたね。ありましたね、この野郎。しれっとありましたね。しっかりありました。モータース何回ぐらい寝坊してた。僕もでも 2回か3回、はい、数減らしてるかもしれない。いやいやいや、そう、いやでもそんな 3年でそれぐらいだと思います。3年で3回、はい、ぐらいだと思います、はい、で白を切るなら白を切り通さないとね。まあそれはそれで、だからそういう頭の回転でこうかってね、乗り切っていくみたいな。あの和尚さんみたいにね、はい、白を切り通すんだったら和尚さんは白を切り通すタイプ。和尚さんはそうです。あ、そうですか。和尚さん、いやでも深川さん優しいっすね、うん、最後まで聞いて最後にそのチャンスをあげるみたいな。いや、僕だったら頭からはいやいや、ええ何その前に何って多分僕も結構撮影前とかで結構微妙じゃないですか、ちょっとでも遅れられないみたいな。それやったら普通怒ります。いやいや、頭から。あらさんね慣れてるんですダニエルさん、ね、DSP さん、モータースさん、みんな歴代の人遅刻してますからもうね、はい、体勢ができてる。いやいやいや、もうね、あのあれが、マンハントの時にね、マンハントの時にそのまあ A 君でいいや、はい、A 君とダニエルさんが一緒にいたんだけど、僕も面白いですよ二人とも起きてこないで、お二人とも二人とも俺だけなのよ、起きてんの朝地獄
起きてこないんだよ二人とも二人体制でバックアップしてんのにバックアップまでまでもが寝てんの俺はもう覚えてるよ今でも昼前高原って言って昼前っていうねあのパッと見読みにくい字なんだけど2人とも起きて岡山で近くにオオサンショウウオがいるとこなんだけど2人とも起きないってこれどうやって行こうかなと思って俺昔あれもあっただと山田区の時もあって俺一人で成田行ったことあったもんああ聞いたことありますねもう山田区も何回か寝坊しててでその時海外だったんですよ、はい、で成田行かなきゃいけなくてもうね2時間本当はだから例えば10時の便だったらさ8時には着かなきゃいけないじゃないですか、うん、国際線だからでもねまた俺も寝てたんだよなその時コールが多分ね本来6時とか6時半のコールだったんだけどコールがなくて結局僕も起きたんですよ起きておっとこれもうやばいじゃんってことになってでもうこれ一人で行かなきゃと思って一人で行ってなんとか間に合ったんだけど、うんうん、そしたらあいつ本当運が良くてさ、はい、その俺たちが乗る10時の便の飛行機の、うん、機長が座ってるパイロットの窓がひび割れてるっつうのでこれを変えないと飛べないっていうわけ、うん、でおよそ2時間はかかるってわけすごいな間に合ったのそういう理由だったんですねだからね荒瀬さんね慣れてるんですよあ現場に着く、若者がみんな寝坊するからでも若いほどやっぱ寝坊するんですかねなんかよく聞きますよ今新入社員の時期で皆さん多分朝早く起きてでもなんか寝坊する人若い人じゃないですか。だから僕も早く起きちゃうんで。でもダニエルさん若くないでしょ。ダニエルさんはマンハントの時ダブル寝坊したのに、去年もまた寝坊してるからね。だからあのこれ聞いてるリスナーの方からしたらあれそのアミューズの中でも福山さんにつく人っていうのはその精鋭部隊です、ね、選び抜かれた方がなんでそんなおとぼけ3人組みたいな感じがあれなどういう扱い受けてるのかなっていうそのアミューズの中であれっていうむしろうちで鍛えられて、ええ、なんかあの なんだろうなあの他のチームですごくこうお役に立ってるみたいなああなるほどなるほどなるほどなんかファーム？ああなるほど再生工場みたいな感じになって。いやーこれなんでしょうねまあ曲もう一曲言っときましょうか、はいはいはいね、じゃあ棒。地底人ラジオ。お送りしたのは棒でした。だボーっとできないとやっぱ寝れないですよ。あ僕なんかも大体悪夢見てますからね。いやだなそれ。悪夢しか見てないです。寝坊するほど寝るのは羨ましいですよ、ね。逆に。でだって小原さんも荒さんも悪夢しか見ないでしょ。そんなことないでしょ。寝坊できないし、なんか夜中も、まあ、健康に悪いんだけどどうしてもこう中途覚醒しちゃうし、トイレに起きちゃうし、ダメよ。アラームが鳴る前に絶対起きちゃうんですよ。あれは寝てないらしいよ。そうそう。あれは寝てないそうよ。でこれフォワード君は何してんの？僕今日あのフォワード君に送ってもらわなきゃ帰れない。あと5分ぐらい。あと5分だからちょっと待ってください。待っててください。あと5分で、あと5分で今日話しておいた方がいい大事なことほらしていいですか。ハトの前にまたまたポロテトリスみたいにこう、開いたとこにガシンガシンってはめてくる。だってお肉さんもなんかすごいよ。もう今地底人ラジオ突然ですが4月17日とあるお仕事現場である。ざわざわガヤガヤしておりますけど、これ実は現場です。ね、ある、
ある撮影をしている現場で、あれ急に現場になっちゃってるのかな、もしかして、流れで言うと、流れで言うと、うん、リハスタの、うん、寝坊伝説の下りからの、寝坊するイケメンね散歩する侵略者みたいなもんじゃん黒沢清監督ね、散歩する侵略者、寝坊するイケメンからの流れなの。流れです。ああ、分かりました。で今そのある現場でちょっといろんな、もうスタッフの方だけでも100人以上いるんじゃないの、これ100人近くいるか。そんな中でどうしてもラジオのインフォメーションを取ってくれと、 BP がね、インフォメーション、ディズニー100周年記念作品ウィッシュが4月26日金曜よりディズニープラスで見放題独占配信スタートいたします。わあ、そうなんだ、おめでとうございます。アーシャとマグニフィコ王が初デュエットを披露した輝く願いの日本語版の劇中新映像が418に4月18日に公開となりました。ほう、子供が叫んでるよ大丈夫、UFO にさらわれようとしてるんじゃないだろう、大丈夫。波と追いかけをしてるだけなのね。映像はディズニーミュージックジャパンの公式 YouTube チャンネルにてご覧いただけます。ぜひご覧ください。5月4日土曜19時から放送、 NHK 君の声が聞きたいプレゼンツライブウェル2024に出演決定いたしました。これインフォメーション出てましたね、なんかその福山に聞きたいことみたいなインフォメーションでしたっけ。これは何を聞かれるんですかね。またあれですか、もしかして新入社員へ、新社会人一言みたいなことになって、ありませんみたいな、言うことなんかないんだみたいな。いや、言うことないのはなぜかっていう、こう回り回ってものすごい言うこと言ってるっていうトークの流れなんですけど、その尺がないでしょ多分テレビだと。そうですね。ね、大丈夫かな。エールだからね、ライブエールって言ってるぐらいだから、番組自体がエールですからね。エールって1000円でしょ、大丈夫、はい、福山さんに聞いてほしい悩みって書いてますよ。ちょっと練習しようよ、フォワード君20代だけど、なんか悩み答える練習したいんだけど、悩み何、まあ今の社会の状況もあるんですけれども、将来が、まあ、漠然としてるんですけど、将来がどうなるのか不安っていう。それ会社に対する悩みなんじゃない個人としてもアミューズさんに対する不安なんじゃないの。それは福山さんはその若い頃そういう不安とかあったのかなっていう。あ、私ですか、はい、私はですね、あの先にアミューズってことで言うと、アミューズに対する不安はなかったですね、まあ、だからといってアミューズにいれば何かいいことがあるかとも思ってなかったいや、そんな人任せには考えないでしょ。アミューズにいるからなんかすごいいいことあるかなんて、そんなふうに思わないですよ。だけど、なんでしょうね、会社員ではないので、あくまでその契約アーティストなので、まあ自分で頑張んなきゃいけないだろうなと。つまりその自分の頑張りと会社、まあ、会社の方も頑張っていただかないと困るんだけど、自分の頑張りと会社の頑張りがうまくクロスした時に、いわゆる掛け算になるんじゃないかなと、まあ足し算でもいいんだけど、なるんじゃないかなと思ってました。だから会社に対してはなかったし、あと世の中に対してはね、僕らの時代はね、もっと良くなるとしか思ってなかったから。90年代、まあ、バブル崩壊した後だったんだけど、まあ、正直あんまりバブルがよく分かってなかったんで、僕が18ぐらいの頃だったんで、バブルっていうのは多分ね16、17ぐらいですよ。16、17、18ぐらいがバブル でそれが終わった後だったんだけど、社会に対してはそんな、まあ、湾岸戦争とかありましたけどね、90年代入ったら。それはちょっと不安はもちろんありましたけども、もう
この仕事がもしエンターテインメントのね、エンターテインメントを目指して上京して雨水入りましたけど、この仕事がダメだったら僕はあの夜王になろうと思ってましたから。夜の王。あ、そうです。夜の王、夜王になろうと思ってたんで、まあまずはこの仕事を頑張ってみて、やるだけやってみて、ダメだったら夜王をはばかりながら夜王を目指そうかなと思ってました。夜王だって難しいですよ、まあ、簡単になれないですよ絶対。あとはまあ、もっとね、多分もっとバカでしたよ僕。だ多分フォワード君はねしっかり考えてるし賢いのよ。だけどこれ大事なのはバカになることなのよ。バカになれ、バカになって、バカになってとことんバカになれ、そしたら何か見えてくるさ。でもあれですよ、やっぱり孫正義さんも若い時っていうのは夢と根拠のない自信しかなかったって言ってましたよ。だ年齢重ねてくるとやっぱ考えちゃって、根拠とかいろいろ考えるから、だから不安になるんじゃないですか。考えてなかったもん俺、バカだからみたいなことだとちょっとこれ NHK さんのトークに乗らないな。これもっといいこと言わなきゃいけないじゃないの。二宮金次郎さんの話とかしなきゃいけないじゃないの。しないですね。薪を担いで薪を担いで教科書読んでるでしょ。あの銅像うちの学校にもあったと思うな多分。うちにもあります。あるよね。あれ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 だ。今の話の方がでも多分身になると思います。そう、はい、でもまあ二宮金次郎さんみたいにやっぱりそのどんなことがあっても学びはやめないっていうことがあの銅像になってるわけでしょ。やっぱりそういうこう考えるな感じろというか、もう不安になってる場合じゃなくもう突き進むんだということが先人たちの教えだと思うんで、フォワード君の悩みはさ、悩んでる場合じゃないよっていうことなんじゃないですか。もっとフォワードしちゃいなよ、フォワードしちゃいなよ、悩んでる場合じゃなくひたすら前に前にボールを取りに行くんだよ。はい多分ライブよりも撮ってると思いますね。日本テレビ系の朝の情報番組デイデイテーマソングを担当させていただいております。もうすぐライブありますけど、ライブでやります。はい、楽しみにしててください。僕も楽しみです。そこでちょっといろんなことが起こると思いますよ、静岡で。はい、新曲をやりますからお楽しみに。デイデイは毎週月曜から金曜朝9時から生放送でお届け中。ニッセイプレゼンツウェアブロスツアー2024フラワーズ&ビーズティアーズ&ミュージックの日本武道館公演開催決定しておりますが、福山モバイルファンクラブ F モバチケット選考実施いたします。9月26、28、29の3日間でございます。さらにニッセイプレゼンツウェアブロスツアー2024フラワーズ&ビーズティアーズ&ミュージックに協賛してくださっている日本生命さんがウォーキングウィズユーキャンペーンを実施中。これキャンペーン全国各地順次展開していくっていうことですよね。ぜひ日生さんの公式 X ご覧になってください。そんな日本生命 CM あなたの街で編、私の思い編オンエア中です。 U-NEXT ホールディングスさんの新 CM も始まっておりますね。2000年リリースの桜坂を最新のトラックアレンジ、サウンドミックスした桜坂2024を聴いていただきながらの CM となっております。共演は出口夏樹さんです。 NEXT FOR YOU というね、言葉で思いを伝えております。そして私がクリエイティブプロデューサーを務める長崎スタジアムシティの CM 長崎スタジアムシティ開業部告知編オンエア中。ジャパネットウォーター富士山の天然水 CM オンエア中。各詳細は福山サルオフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しておりますので、そちらをご確認ください。さあ、スタンバイがもうちょっとかな。日が傾いてきていて、この何分からだっけ、
15分間です。今何分？4時。あと15分。よかったじゃない、ブラックピーチちゃん。あと15分取れるよ。来週分取れるよこれ。お願いします。何取るの？普通オタがたくさん。普通オタがたくさん、わかりました。じゃあここからですね、普通オタ取るということで、福山雅治でした。再び4月7日のライブリハーサル現場である。エンディング。エンディングまでいっちゃう。もうだってあと5分。なんか欲しい欲しい。あ、あ、違った。あ、違った。いやいや、違った。すいません。すいません。今ちょっと違う話でした。びっくりした。今すごい他のスタッフの方がすごい、どうしたっていう。いや、もう、はい、排泄したいな。どんなエンディングなの？排泄。いや、もうエンディングをやればあのトイレ行かせてあげるからって顔してるからずっと。そういうことで興奮するのは今並さんだけど。わざとエンディング言わないみたいな。言わないです。そういうのあるんですね。いや、今日はでもよかった。みんなにあのフォワード君が、はいはい、もう往生際悪くごまかすんだよっていうことが伝わってよかった。その話をすると必ず福山さんが後で後でってずっと、はいはい、詳細がなかなかそう、ね、おっしゃらないんで、なんだろうなと思って。詳細は後でっていうふうに今日言ってた。はい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 、またね、DSP が上司としてすぐにもう解決しようとするから、うん、すいません全員でフォローして、バックアップしてやってきますって言うけど、うん、俺ほらさっきも言ったけどバックアップものとも寝坊された経験があるから、もうバックアップ信用してないの。バックアップもろとも寝坊されちゃったから。それ言ってる上司も寝坊したことあるって。そうなん。もう、ね、バックアップ詐欺だよ。バックアップ詐欺だこれ。まあつまりそれです。はい、お疲れ様です。本当にもうね、でも帰りたくても帰れないっていう、ね。なんかあるって言うんだもん。だってもう、ね、もうね。終わらしたのはいい大事なことだけど、一緒で。ひどくない？排泄したいしてるの。排泄じゃない。排泄は言ってください。排泄だけやってください。いやもう嫌だ。俺はこの排泄をもっと優雅な時間にしたいですよね。せかされてするもんじゃないですよね。せかされて排泄ってのはね、せかされてするもっと豊かな時間なんだ、排泄っていうのは。リッチな時間にしたいよ、俺は。急いで行ってこいみたいな。急いで行って帰ってこい、待ってるから。でもその前にエンディングはちゃんとやれよっていう。あれよ、そんな。ひどくないですか。はい、じゃあ、はい、総さん。わかりました。多分また近く来てくださいって言われます。いや、なかなかほら、総案にね、今ちょっと行きづらいところもあるんで、いろいろお邪魔しますんで、よろしくお願いします。はい、いやすいません。いや、もうとにかくもう、ずっとさっきからもう何十分もう左手一本で、このデンスケを支えてる俺っていうので、すごい充実感を DSP さんが。こうやって持つんだ。全くこの震えずにずっと持ち続けるこの俺。こうやって持つんだ、そう、デンスケは。重力をちゃんと、ね、この地面に逃がしながらね。どっからが手で、どっからがデンスケかもう分かんない。まさにサイコデンスケだ、このなんかサイコデンスケ。あ、なるほど。サイコ。サイコパスだ。はい、ありがとうございます。じゃあもういいですか。はい、わかりました。はい、もういいですか。はい、じゃあそんなわけで、はい、今週はこのあたりで、お相手は佐渕さん。福山でした。ダメだ、もう疲れ果てて、もうなんかもう疲れてるから、早くトイレ行って帰らせてあげてください。本当にエビカレー甘口でした。今食べたやつね。もう甘口しか食べたくない。今辛いの食べると我慢してる排泄がもう一気に刺激、腸が刺激さ、一気におかしくなるかも。甘口エビ甘口しか食べれない。かわいそうに。本当は中辛食べたいんだ。じゃあ、はい、またセムタイム、セムチャンネルでお会いしましょう。はい、バイバイ。